私たち付き合うことになりました。なんであんたも驚いてんだ。だって俺も今初めて聞いたし。おい田中、何を言い出してんの急に。別にいいじゃないすか、長い付き合いだし。いやじゃあ。わがままだな。そんなんだから草食系とか言われるんですよ。毒のある肉は食わんだけだ。おいちょっと。まあ恋愛は自由だし許可してもいいけど。え、一つ確認しておきたいことがあります。付き合うんでしょ、この男とキスできんの。